マミアがお前を追って村を出た。アミバがトキの偽物だと俺が突き止めたとき、本当のトキの居場所を探しにな。ある町で落ち合うことになっている。無事ならそこで待っているはずだ。熱い女だ。こいつです。トキの居場所を嗅ぎ回っていたのは俺たちやな。頭にトキのことを探ろうとするやつは殺せと命令されているのだ。おれ、骨がきしむぞ。たまんねえ。若い女の骨はいい音がする。町の様子が騒がしい。急ごう、ケン。嫌な予感がする。お前が怪しいんだ。さては、東京を探している人数か。感づかれたか。うん、先を急ごう。連中だ。俺たちの待ち合わせ場所に現れるとは。処刑部隊よ。
数時間寝て目が覚めた。お前の頭に俺が会いに行くと伝えておけ。バカめ、貴様ごときがあのお方にかなうものか。これも伝えておけ。この世に俺より強い奴はいない。ケン、帰れ。これは俺自身の問題だ。奴の心の中にユリアンがいる限り、誰も奴の心を開くことはできんぞ。わかっているわ。ただ少しでも、ケンの宿命を、あの人の苦しみを救い取ってあげたい。その報われぬ愛のために。マミア、まだなのか。近いわ。聞こえない。鬼の鳴き声のような音が。これがカサンドラ、またの名を鬼の鳴く町。ここに時が。一度収容されたが最後、二度と生きてあの門をくぐることができない死風の監獄と。お前がそれほど会いたい時とはどういう男なんだ。時、本来ならば彼が北斗神拳の伝承者になるべきはずの男だった。神技体、どれをとっても火の打ち所がなく、あの邪気でさえも認めていた。だが、あの時。早くシェルターへ。ケンシロウ、ユリア、こっちだ。ごめんなさい。ここはもう一人、いえ、どう詰めても二人までです。時間がありません。すぐに死の灰が押し寄せてくるわ。マミア、レーザー、待て。そして2週間後、俺たちがそのシェルターから出た時、時は俺とユリアのために死の灰を浴び、伝承者の道を断念した。ケンシロウ、私はいずれ死ぬからだ。それまでに何人の命を助けることができるか、それが私の生きていたという証だ。俺も会いたくなった、その男に。今日はいつになく鬼たちが泣きおるわ。国長、あの時が美少。あの何事にも無反応だった時が。さすがだな時、このわしの伝説に挑戦する者の到来を予感しているようだな。国将、ケンシロウと他2名がこちらに向かっています。ぐははは、来たな無謀な挑戦者よ。行け、ライガ・フーガ。まずは貴様らが不落のカサンドラの恐怖を教えてやれ。まるで人の気配がしないけど。マミア、目の前をよく見てみろ。カサンドラの英子ライノ、同じくフーガ。ここを通すわけにはいかん。この門を開けようとする者には死あるのみ。お前は死んで道を開けると死ぬぞ。我らカサンドラの人間にはその言葉は脅しにならぬ。
すでにあらゆる人間がすべて死に支配されている。奴は何か妙なものを持ってやがる。維新風雷拳。維新一体、同じ血、同じ筋肉、同じ感性を持つ者のみが習得可能の剣。剣、気をつけろ。奴らの間に挟まれたら終わりだ。一心一体、同時に倒れぬ限り何度でも立ち上がる。終わりだ。なぜ殺さぬ。敵意より悲しみ。お前たちの目は悲しみに満ちている。たったこれだけの戦いで俺たちを見切るとは。あんたにかけてみよう。あんたならカサンドラ伝説を破るかもしれん。そして俺たちを含め、ここに生きる全ての者に再び光と生を。この門は開けておけ。もはや二度と閉ざされることはない。六将のウィグル様だ。この鬼の鳴く町カサンドラに自ら踏み入るとは、その無謀なる勇気だけは褒めてやろう。だが
ここで貴様は生まれて初めて恐怖というものを知ることになる。貴様らの希望が絶望に変わっていくのをゆっくりと楽しむがいいわ。話はそれだけか。かかってこい。今度はお前に本当の恐怖を味わわせてやる。聞こえんな。そうだ、お前たちに仲間を紹介しよう。あれを見るがいい。ここにある墓にはこのウイグル様に救世主気取りで挑んできたバカどもが眠っておる。すでにお前の墓も用意してある。安心して討ち取られ。その墓は大きめに作ってあるのか。いや、なぜだ。ではできるだけ小さく畳んでやろう。その墓に入るお前だ。エラズ口を叩き寄ってキャサンドラ獄長ウイグルの真の姿を見るがよい。確かにわしの攻撃を受けているはず。言ったはずだ。墓に入るのはお前だ。お前は死んでいる。ではお遊びもここまで。その猛虎破局度受けてやろう。ここまでこのわしを侮辱したことは許せん。さすがだな北斗神拳、褒めてやる。しかしカサンドラ伝説は不滅だ。
伝説が。王に墓標はいらん。落ちた。ブラックのカサンドラが。俺たちはとてつもない救世主を手に入れた。マミア、気づかないか。あ、そういえば聞こえないわ。風の音が。鬼たちの鳴き声。俺たちに再び光と聖が戻った。この太陽も大地も全て自由だ。俺たちは絶望の淵から救われた。ケンシロウとトキ、この二人が交わることを極超は極度に恐れていた。一体この時代に何が起ころうとしているのか、俺はこの目で見届けてみたい。ライム、フー、時の牢まで案内してくれ。あれは剣王親衛隊。剣王とは何者だ。剣王とは聖騎馬覇者を名乗る恐怖の支配者。その正体は誰も知らない。このカサンドラも奴に逆らった者を処刑するために作られた監獄の町。ウィングルすら監獄の番人に過ぎなかった。今すぐ降伏するのだ。お前ごときに勝ち目はない。剣王の手が回ってはもうここまでじゃ残念だが。それが返事か。ならば死ぬがよい。ライマとフーガがいない。レイ、剣王親衛隊も消えたわ。どけ。俺たちは何としても牢を開かねばならぬのだ。我々は断じて時にあの男を会わせるなと命じられている。剣王様の命令だぞ。そんなことは分かっている。だが何かが俺たちを動かしている。ならば死ね。この通路を塞げば誰も時の獄者へ近づくことはできん。そら、手を離せ離せ。塞いではならぬ。この通路は恐怖に支配されている者たちの明日への希望。あの男にかけた以上、俺たちもこのくらいの血は流さねばならん。しぶとい奴らめ。もうおしまいか、剣王の犬どもめ。覚悟は決まっている。さあつけ、行ってみろ。死ね。剣、ライがフーガの後を追う。剣王様の命令。ここから先は当然ぞ。やはり剣王は剣が時と再会することを恐れているようだ。you
あの部屋から叫び声が聞こえたわ。マミヤ、待て、危険だ。ここの敵の接触を片付け。凄絶な死だ。ただこの通路を守るためだけに。ライガ、フーガ、安心して眠れ。悪の炎は俺が消す。道を開けろ。できてるな。天皇様に僕と会わせてくださいまで。連れ出したはず。人は無関係に動く。指が勝手に。俺は剣王に殺される。その心配はない。お前はもう死んでいる。何をバカだ。眠ろう。遅かったようだな。ケンシロウはもう来ている。壁が。早時を殺すしかないわ。いThank you.
いぞ。ケンシロウ。何としても時を殺すのだ。僕たの不条件バカ。せめて痛みを知らずに安らかに死ぬがよい。飛行剣聖の北斗神拳右上破顔拳。時の北斗神拳にかかった者は知るのには、天国を感じる。これが時という男、これが北斗神拳。剣王とやらがこの二人の再会を恐れていたわけが分かった。痩せたな時。だがまだ生きている。私の体では旅を続けることはできん。だからあえて囚われの身になって待っていた。行こう、お前に見せるものがある。この匂いは血の匂い。あの男剣王は己の力をより強大にするため、あらゆる剣法家武道家の達人を集め、その極意を奪おうとした。凄惨な悲劇がこの血の数だけ。邪気アミバも剣王の命令で動いただけ。アミバの発見した新機構も全て剣王に伝えられた。剣王の前に人はなく、剣王の後にも人はない。人間は己一人、それが世紀末覇者剣王の狂気の野望。そして剣王はラオウ。え、ラオウ、剣の長兄。知っていたのか。俺にはまだ鬼の鳴き声が聞こえる。この鳴き声を止めることができる男はただ一人、お前だ。